たまらん堂のたまらんクッキングのお時間です。今日よく声が出てますね。今日声出てますか、うん、ね、ちょっと見るとね自分も出したくなっちゃうんですけど、そうですね、あそこまでの歌声は、ね、いや素晴らしかった、はい、ま、料理コーナー行きましょうか、はい、でだんだん寒くなってきてほしい季節ですけど、うん、まだまだ暑いですよね、うん、はいはい、なんですかねこの暑さは。そうですね、私に言われてもね、いや本当そう思いますよ。そろそろちょっと温かい食べ物をフーフーしながら食べたくないですか、うん、ハーフーハーフーとかね。そうですよね、フーフーはしたいです。したいのに基本じゃできない、うんうん、まあ、その寒くなってきた日のために、うん、今日は、温かい料理今のうちに習得しとこう。そうですそうです、ということですね、はい、居酒屋でも定番メニュー私も必ず頼みます。今日はこちらを作っていきます。山芋の鉄板オムレツ。おお、確かに確かにこれ頼みますよ、よく頼みますよね、うんうんうん、美味しいですね、ふわふわで美味しいんですよね、はいはいはい、ね、オムレツといえば卵が大事です。今日使う卵がこちらでございます。ポリフェノールを多く含み濃い色の黄身が魅力の松本ポートリーの幸せのめで卵。生き生きとした卵本来の旨味とほのかな甘み、みずみずしさ、ふるんと弾ける食感を存分に味わえる卵です。こちらを使って作っていきましょう、はいはい、では食材こちらでございます。山芋、そして美味しい卵、あとはもうマヨネーズ、めんつゆ、うん、で上にかけるあのお好みのものをご準備ください。今日はかつお節、刻みネギと刻み海苔をご準備しました。ではまず山芋から。山芋を取ってすりおろしていくんですが、皮をですね、うんうん、ちょっと剥いて、はい、じゃあまずはこう切り込みを1本入れます。あ、薄く切り込み入れてるんですね。そうですね、皮の分だけ入れましょう。どこまでしたか分かんなくなって、はい、なくなってました、帰ってきましたちゃんと。で、このようにしていくと剥けていきますので、はい、ごめんなさい、スッスッと、あ、簡単に剥けていきます。切り込み大事、切り込み大事です。切り込みないとこのままズズズっていってしまいますからね。そうだ、はいはい、山芋のあのとろろとろっとした感じがねいいんですもんね。いいんですよね、嬉しいんです。はい、いけましたらボウルにすりおろしていきましょう。こうすることであの持ち手にもなりますからね、皮の部分が。そうだ、はい、どうしてもねつるって滑っちゃって危ないっていうことがね、危ないし、ね、痒くなる方もいらっしゃるんですよ、うん、そうですこうすることで無事におろすことができます、はい、はい、できました。ではここにめんつゆを入れます。おい、あ、山芋結構すりおろすの少なめなんですね。今日はですね、あの、うん、お好みで量は調節してください。ではお次、ボウルに卵を割っていきます。さあ、いきますよ。お願いしますよ。トゥルン、おー、本当だ、ですよこれ、プルップルの伝わってきますね、綺麗、白身とこの黄身のね素敵ですよね。はい、もう一つ。おで、ここで今日のポイントです、はい、ふわっふわに仕上げたいので、しっかりと空気を混ぜるように、空気を含ませるように混ぜていきます。あ、卵の中に空気を入れる。そうですね、あ、もうしっかりと泡立ててあげるように、はい、はい、ガーッともっとこうなんか空気を入れる感じは、はい、待って、そうですね、はい、結構の力いるんですよね、ガーッと入りましたかね、空気は、ね、見て分かんないからね、分かんないですね、気持ちはいっぱい込めました、空気は入ったでしょう、はい、さあここに先ほどの山芋、味付けはめんつゆでしたね。そうですね、そしてマヨネーズも入れます。お、マヨネーズ、はい、このマヨネーズも入れることでふわふわにしてくれるんですよ。なるほど、はい、時々卵焼き作る時もね入れたりしますもんね。そうですよね、入れますよね。はい、ではここでまたしっかりと混ぜてあげます。え、この時も空気を入れる感じですか。もうずっとずっとその感じで混ぜてください。よく混ぜてあげましょう。じゃあこの山芋とマヨネーズと、そしてこの卵の混ぜ方で、はい、ふわふわ感を演出するってことですか。そういうことですね。ここにもかかってます。
あともうフライパンに行ったら簡単ですので、うんうん、あ、じゃあ今です。しっかり今しっかり混ざりましたかね、はい、いい感じになってる。でもいいんじゃないですか。はい、ではフライパンに行きましょう。今日はスキレットを準備しました。あ、おしゃれ。このままね、テーブルに出してもいいでしょう、うん、では温度を上げて、うん、一旦油を回してあげます、うんうん、そうすることで引っ付きにくくなりますね、うんうんうん、はい、では卵を投入といきましょう。お願いします。わー、じゅわーっといい音しました、はい、入りました。ではここでもう触りません。じっくりと固めてあげます。待ちます。でね、今こうしてお話ししながら料理してますけど、はい、家で一人で料理してるとですね、うん、なんかこう鼻歌歌いながらね、アンダーザシーだ、やっぱりもうね、今このスタジオのスタッフ全員その音楽流れてます。ずっとアンダーザシーですね。そう、離れない、うんうん、楽しい世界が、ね、広がってます。広がってますよね。この効果はなんていうか知ってます？ずっと頭の中でイヤーワーム効果って言うんですよ。イヤーワーム現象だったかな。現象、ごめんなさい、浅くて、うん、イヤーワーム、あのずっと音楽が残るやつを言うらしいですよ、うん、なるほど、はい、その状態だ、はい、じゃあいい感じじゃないでしょうか。ここでですね、ちょっと持ち上げて流し込んであげてもいいです。いいの？はい、こうしてですね、うん、火を早く通すみたいな感じで。そうですね、時短効果にもなります、うんうん、どうかな、そろそろいいんじゃないでしょうか。いいんですか？いいんですか？もうちょいちょっとね、怖いんですよね。なんか怖そうだね、今日。そうふわふわには仕上げたいんですけど、はい、いいんじゃないかなっていうスタッフの声もかかってますが、行きましょう。お願いします。はい、行きましょう。覚悟決めてください、うん、こっちかな迷ってる、珍しい、はい、あ、あ、お、いいんじゃない。やったやった来ました。やったやった。ではではでは、よかったね。よかった、怖かったほっとしてる、ほっとしてる。ちょっと真ん中に寄せてあげて、うん、いきましょう。あ、もう完成。はい、ここで最後にいきますよ。ネギからいきましょう。やんでいましょう大事なんですよ、この順番が大事なんですよ。ネギをかけて、ね、いきますよ、ここ。はいはい、どうぞどうぞ。あ、なになになに、もう踊ってますよ。あ、踊ってる、ガラツ節が。本当だ、アンダーザシーン音楽に合わせるかのようにそうです、はい、刻み海苔もかけて。いいですね。できました。よかった山芋の鉄板オムレツ、はい、完成です。いい香り、うん、あ、え、私の目の前にちょっとそれよりも小さいバージョンの一人前みたいな感じだ。スケットもオムレツも可愛いバージョンで、ね、可愛いですね。いただきます、はい、え、じゃあ切りますよ。はい、いやー、ふわふわなのが伝わってくる。また黄身のいい色してますね。そうなんですよ、焼き揚げパン、この綺麗な色を出してくれるんですよね、はい、よいしょ。ではいただきます。あ、ごめんなさいそんな失礼しました。ノリノリでしたね。うわ、え、とろけていくよ、うん、口の中でなくなっていくよ。そうなんです。すごいね、居酒屋さんみたいで。やっぱり空気のおかげ、はい、そうです、そうです。空気とマヨネーズと山芋が、うん、本当とろけていきました。この食感、皆さんもぜひ確かめてみてください、うん、はい。